いける。お、いける。お、うまいうまい。向かい風の中、うまいことキャストしました。はい、皆さんこんにちは、ジョルダクです。さて今回はですね、淡路島観光ホテル第2弾となっております。前回はね、アジの方を釣りましたんですけど、今回はですね、3月といえばメバルということで、メバルの方をね釣っていきたいなと思っております。普段はですね、フロートばかり使っていましたので、今回はねこちらのプラグですね、プラグとジグターの方でねやっていこうかなと思っております。で、割とですね、先ほどまでね大学生の方いっぱいいましたけどね、まあもうみんな帰ったかなということでね、まあ映そうかな思ったけど、もう変えちゃったんですけどね。はい、ということで、まあ3月もね終わりやいうことで、やっぱりまあそういう時期かなと思っております。あ、まだね明るいので、もう少しね暗くなってから本格的に準備してねやっていこうかなと思います。はい、それではねやっていきます。まずはやる気のあるメバルを釣りたいので、こちらのねシンキングペンシルからやっていきます。最悪や、飛んでいったか。これは俺のか、自爆してもうた。一投目でね、新編殉職されたので、次はねこちらシャローマジック。でもこれ浮いちゃうから多分あかんかもしれないです。はい、ルアーを変えます。新編ありました、ダイワのレイジーやね。ジグヘッドにします。はい、もう定番ですね、エコギア。ちょっと場所変わりましたので、シンキングペンシルね、もう一回やります。なんか人が見ましたよ。来ていただいてるって。いやいや、来て、ありがとうございます。いやいや、来ました。ありがとうございます。いやいやいや、どないしょ、まだ釣れてないんだけど、はい。まあもうちょっとこっち来た方が、どないしょ、ね、今映ってるよ。明るい。何、視聴者様にどうぞ。釣れますように。ありがとうございます。釣れないと困ります。ほんま、ちゃんと宣伝いたしますので。釣れているとこだけで、はい、ここ切っていただいて。はい、切っていただいて。はいはい、今度、うん、関西テレビの釣りたガールさん。釣りたガール。釣りたガールやからね、女の人が出てくる。そうです。それの、一緒にここで、うん、ここで私が。あ、収録。ということはもう地元やし、ホームやから頑張らないとあかんってことです。そういうことです。いえいえ。釣れなかったら大変だみたいな。で、ちなみに、その辺は、どういう魚種は何をされるんですか？メバルですね。メバル、はい、ということはルアーと餌ありますけど、ルアーです。ルアーでメバリングを頑張ります。あ、一応になんか得意な、あるんですかね、ジャンルというか。私がですか？私メバリングは、うん、主人と結婚する前の、はい、デートはいつもここで。あ、そうなんですか。あれば、かなりやり込みました。ということはもうピュッピュッピュッ投げれるんですね。投げれます。もう一つた差あるんで、どないですか？でももう最近してないと軽くてびっくりですね。あ、そうですね、最近ね道具はいいので。でもちょっと最近、はい、時はワームだったんですけど、最近こういう、あ、プラグで、はい、プラグでちょっと釣ってみたいな。そうなんです。こちら かっこいいですよね、これ出たら、ね、そうなんです。こっちの方が当たりがガツンと出るんで、そう、面白いんです。そうなんですよ、はい、私はそういうちょっとガテン系ファイル系が大好きで、やりたいんで、シーバスとかが大好きで、はいはい、あ、それたらちょっとこれでね、メンバーでぜひやってみたいな感じで、ああもうぜひともその時は釣りたガールの時に、はい、はい、やってください。はい、それまで一生懸命練習しておきます。はい、はい、お願いいたします。はい、そうです。なんかキャストシーンだけ撮ろうか。いえいえ、全然本当に下手くそ下手くそ。今まだ練習中です。練習中、こんなこれは使っていいよ。はい、左巻きやけど大丈夫。これは全然大丈夫です。左巻きシーンみたいな。はい、貴重なシーンです。これ何が吹いてる？これはワームですね。久しぶり、うん、久しぶりですよ。ちょっと待って。
横側の方が綺麗か、こうしようと。そうなんですよ。こんな向かい方だと投げにくい。いける。お、いける。お、前前向かい風中うまいことキャストしてました。こんな感じで。あ、全然左巻きも余裕ですね。はい。普段から左巻きばかり使ってます。もうメバリング歴は何年ぐらいですか？ちょっとブランクがありますけど。はい。3年ぐらいは毎晩。あ、毎晩。通いました。わあ、すごい。多分結構常連さんじゃないですか。ここは常連さん。じゃあその対決楽しみですね。そうなんです。はい。なんとか頑張りますので放送楽しみにしてください。はい。ちなみにどこのテレビでしょう。確か関西テレビだったと思います。関西テレビの、はい、まだ始まったばっかりですか。ということは毎週な感じで。そうみたいです。はい。はい、だから毎週関西テレビの方で放映いたしますので、はい、皆さんぜひともご視聴の方よろしくお願いいたします。はい。はい。ありがとうございます。はい、ね、おかみさん来ていただきました。何としてでもね、釣りたいなと思っております。プラグがね、反応ないので、こちらもう一回ね、ワーブに戻します。いろいろ試します。はい、ね、ワームを変えます。淡路島でね、流行ってます、こういうね、黒系のワームです。ちょっとね、ダート気味にあります。もうそこでも何でもいいからね、釣っていこうかなと思います。もう路線変更、ガシラでも釣ります。ボツるぞ。よし、来た来た。けどめっちゃちっちゃい。うわー、ちっちゃいけど粘る。いや、ありがとうございます。やっと粘って粘ってやっとこんな大きさでございます。はい、沈黙破って出ました。12センチ、ちっちゃい、小さいな。おこれは価値あるわ。ちっちゃい。ね、20オーバーですね。綺麗なチャーで。うん、綺麗綺麗。あれは価値あるな。それはぜひ番外で、はい、登録していってください。ドヤ顔も。バケツにちょっと割り返しまして、で最後に1個を締めた方がいいんですよ。はい。はい、ここで海水が出ますので。あ、そこでもいいですよ。どうぞ。それ使っていただいても全然。はい、ありがとうございます。せっかく釣れたから、たまにここに落ちて、はい、海水入れたらちょっとこれで蒸発させたら、一気に後で血抜きして、で持って帰ったら美味しいと思います。やったな。これは価値ある。今日泳いでるわ。あ、23ぐらいだったかな、今のでね。はい、いかがだったでしょうか。ここにね、来る時ってもう釣れるもんやもでね、来るんですよ。で、今日もね、お客さんがね、まあ20人ほどいまして、ね、そのうちの2組ほどね、声かけさせていただきました。ありがとうございます。やっぱりね、なんかこう照れますね。住宅さんですかって来たら、あ、どうもみたいなね、なりますしね。でね、せっかくね、当該からね、来られて、こうね、お会いした時にやっぱりね、かっこよくね、今日が僕の釣果なんですよということで、ね、まあ自慢ね、したかったなというのもちょっとあったんですけどね、残念ながらこんなね、ちっちゃいメバル1匹で終わりましたね。ね、ボツ動画にしようかなってね、ちょっと考えたんですけど、今日はね、サプライズでおかみさんの方もね、登場していただいたので、チョークはね、大したことなかったですけど、出していこうかなと思っております。今もですね、もう風が強くてですね、もうだいぶ寒いですよ。でみんなね、やっぱりね、こうまだね、釣りされてますけど、だいぶね、寒いとね、言うております。で、自分もね、寒さも弱いんですけどね、
こうあとはね干潮なんで、まあね粘ってもちょっとあれかなということなんで残念ではございますが、もうね農家の方をしようかなと思っております。でここのいいところはこうね冷めた体もね温泉の方でゆっくりと温めることできますので、今からね温泉の方でほっこりしようかなと思っております。はい、で次回からねまた淡路メバルの方再開いたしますので、ね、フロートの方でやっていきますので、さあ今度はね釣れるかどうかわからないですけど、ね、やっていきたいなと思っております。でね釣果は大したことなかったですけど、参考になったということでね、こちらのグッドボタンとまたチャンネル登録していただきますと、フロートリグの方で淡路一周しておりますので、そちらの方もね見ていただいたら嬉しいなと思っております。はい、釣果大したことなかったですけど上がります。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネルの登録、あとはですね各 SNS で新しいツイグの購入や配信状況など情報を発信しておりますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。